どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、最新のイベント情報など、ちょっとここで最新ニュース、シェアしておきたいと思います。まずですね、一番近いイベントはですね、8月4日に、山梨県、甲府にありますね、イオン昭和甲府昭和というところの島原楽器さんの、主催イベントでガズレレイベント開催されます。イオンホールです。いい響きですね。皆さん、夏休み期間中ですからね、もうちょっと距離あるけれども、ドライブがてらにご参加っていうのもいかがでしょうかと。これはね、なかなか面白いことになると思いますよ、皆さん。この本、リットミュージックから出てるソングブック100曲、この中から、曲を選んでやるということで、今ね、そのお店の方でどの曲がいいかって皆さんインタビューしてるところみたいですんで、皆さんもぜひご参加してください。遠方の方も、島原楽器さんにお問い合わせいただいて、こう、なんとかこう参加できるようにね、楽しんでいただければと思います。あとの予定はこう並んでますけど、まあ、次は東北行きますからね、東北の方待っててください。ぜひ参加してください。これからどんどん増えます。これ以外にも、宮城と、山形に行きますけどね、こちらもイオンですからね、まあちょっと大きい会場で気持ちよくできればいいなと思います。皆さん、チェックしておいてくださいませ。よろしくお願いします。で、あと最新情報として、中でここに来てガズさん最近いろんなインタビューサイトで、載っけてくれておりまして、その辺のことをさっきブログのニュースコーナーでちょっと書いたので、いろんなメディアに出てます。ガジェット通信とかのなんだニコニコニュースとか、そのアットニフティとか、いろんなものに出していただいたり、今人というサイトに掲載されたりとか、その辺ここにちょっとシェアしておきます。この、見ておいてくださいね。そしてこのウクレレ、これもクラウドファンディング期間、あと1週間ちょっとありますが、まだ継続中です。これも、ことも含めてですけれども、まあいろんな情報、先ほどの、ライブとかイベント情報と、リットミュージックの本とか、あとはその、いろんなことすべてやっぱり、ホームページにギュッてなってますから、はい。ガズレレ .com ご覧になってください。リンクここに貼っておきます。はい。はい、そんなことで、今年、まだね、東京梅雨が明けなくて、なんかね、曇ってるんですけど、そろそろ来ますから、ボーンと、はい、それに向けてちょっと、ね、家で雨降ってるから家で練習する。そしたら外に行きましょう。みんなクソ暑いかもしれないけど、ウクレレ持って楽しくやろう。2019年の夏、まだまだこれからです。ガズレレもその中に入れてくださいね。よろしくお願いします。あ、でガズさん、このホームページの中で、ブログ書いてるんですけど、そのことについてね、おしゃべりチャンネル、サブチャンネル持ってるんですよ。もしご興味ある方、そっちはですね、ウクレレとかお楽器全然出てこきませんからね、もう楽しくやろうぜ。どうしたら楽しくなれるかなみたいな、そんなこと話してます。はい、まずまさにガズトーク、よかったらチャンネル登録も見に行ってください。一回よろしくお願いいたします。それでは本日のご案内動画、これにて終了でございます。ありがとうございます。また見てくださいね。さよなら、バイバイ。